人工唾液は人工的に作られた高校潤滑剤。具体的な商品としてはサリベートがある。病を持つ患者にとって本人の安眠介護人や家族、医師との会話の不快感を減少させることは全身の治癒力を高めることにもつながる。高校ケアは介護人にとっては大変重要である。看護する側にとっても家族にとっても医師にとっても歯の衛生。 口中の衛生を日々保ち続けることは大変な労力と気遣いが要求される。これらの問題解消に殺菌作用がある唾液が多く分泌されることは補助的かつ有効な手段であり、安全かつ安定した高校衛生に有用な可能性がある。入院時、または家庭での治療時、高齢者や疾病で入院中の患者の高校の乾燥状態は 歯肉の衛生状態の悪化により、全身の水分代謝が悪くなることがある。また、患者にとって口内、唇の渇き、喉の痛み、喉の渇きなどの深い症状は、心身のストレスにもつながる。これらのリスクを緩和するため、補助的に用いることで、高校内ケアをする介護人も含めた本人のストレスを省くことができる有用性が高い。家庭。 または病院において説明書記載の方法で一日、数回、口内に塗って用いる。外用であることから内服のように内臓に負担をかけることがない。他の内服薬と重複投与による副作用の心配がないことも有用性の一つと言える。高校乾燥、不快感、喉の声がれについての他の解決策としては内服では、無コソルバン、漢方薬では、麦門輸などが、 高校乾燥を防ぎ、唾気の分泌を促進する。どちらも安価に処方されるので、院内処方などにおいて、入院時、家庭での看護をする際には相談して処方してもらうと、良い。喉の痛みによる不快感、声がれについて、喉の痛みに用いられる薬品には、トランサミンがある。ありがとうございます。